お前って一回目のデートどこ行くのなんかそういう有意義な話しようぜ。一回目のデート鉄板ランキング。一位。飯。スカイラウンジ。どうこれに関しては。飯。飯屋の便利さ異常。<laughs> 映画ってなんで映画って喋れねえじゃん。 相手のことをよく知らなきゃいけない一回目のデートで映画チョイスするやつは俺好きじゃない。喋れないじゃん、まず。ゆっくり。何すんの、映画で。映画見て。よかったねって。もう喋らなくてもいい女と、お前、合うんの、呼吸の女と行きたいの、映画は。一緒に服買いに行く。いや、なんかそれもさ、 ハードル高くねだってさ、一回目のデートでさ、俺のこと何も知らないずにさ、え、そっちよりこっちの方がいいよとか言って俺多分 DV しちゃうんだけど、おめえ俺の何分かってんだつって。てめえが金出すんか、あーってなるだろう。もうそんなやったら俺は DV するよ、はっきり言って。飯や、鉄板。あ、ドライブいいなドライブ。 ドライブいいなお前、女の、ふ、ちあのさ、一緒に服買いに来て女性の服を買いに行くってことどういうふうな対応していいかわかんないんだけどだ。アドバイスもできねえじゃん。何色の何みたいなこと言えねえじゃん。俺も山ちゃんみたいに。俺も言えた、ああいうの言えたらさ、俺も行くけどよ。言えねえもん。何、何すんのいいね、いいね、つって。相棒かなんか連れてま、よくない右腕に相棒持ってきゃよくない わかんねえよ。無理無理無理。荷物持ちみたいなもんだろ。そんな、アスカキララみていになんか端から始まる全部くださいみたいなものって。服屋行きたくないわ。えー、私、でも、あの、えー、うんこちゃん今日、付き合ってくれんのでも私お金全然ない。四千しかないから自由行こうみたいなのだったらいいけどさ。いいよ、じゃあ、それだらいいよ。なんか行くけど。なんか、赤い。 縁のメガネかけて、なんか胸、ね、あのー、なんていうの花柄の帽子着て、全身ブランドに身を包まれて、エルメス行って、食い、バーキン、いい、いいバーキンがありますわよ、みたいな。絶対無理なんだけど、そんなの俺。無理。プレッシャーになっちゃう。 プラネタリウム行くああそうなんだいやでも一番最初に奇抜なデートしたことないな飯だな本当に本当に飯だな俺飯だ飯だなもうそれ決定で女の子とデートするときに一番最初に行くところ飯無難だな 動物園は俺が個人的に好きだからよく行くわ。動物園。上野動物園。個人的にめっちゃ行く。なんかえガキっぽいところってさ、なんか童心に帰って楽しめるじゃん。クロコダイ、違う違うお前上野動物園の爬虫類館行ったことあるかマジで体長4メートルぐらいのワニいるのね それがもう本当に10センチぐらいの距離で見れるの。いけな、お前ら。クロコダイル。クソかっけえから。っていう話を俺よく女の子としてる、飯食いながら。クッソ興味なさそう。へえー、つって。無視。ハンマーば、ハンマユー裕次も言ってさ、飽きるほど、飽きるほど暗えっ、つって。だ俺は自分の価値観を押し付けていく。地上最強の男ってそうらしいぞ。 自分のわがままを通すことが一番最強に近づけるらしい。水族館はね、あんま好きじゃねえんだよ。なんでかっていうと、2回目のデートで、あの品川水族館行って、エスカレーターブーって上がって一番最初に右手に現れるマンボウが死んでたから。 いきなり、ああ今日はなんか、ねえ、やっぱ動物って一番だよな水族館超楽しいみだよなぁ。ウィーンって上がって、入った瞬間右パッて見たらマンボウが死んでたから横向きにプッカーつって、口から変な液体出して。プーつって。それ以降俺はもう、その後どうやって殺すの綾波レイみたいな顔して俺。死んでるっつって。どういう顔してるか分かんなかったマジで。ねえねえ。 マンボウが死んでるって言った俺あいつ今あのスペース何になってんだろう死んでた確実に <laughs> 死んでたんだよマンボウオデレーターあんな簡単に死ぬんだなマンボウって マンボウあの図体の割に巨弱だからねへえそれってなんかあれなんじゃない都市伝説なんじゃないのマンボウってすぐ死ぬって結構ネットの嘘の情報のような気がしたあそうなんだすぐ死ぬんだあいつらしょっぽ <laughs> じゃマンボウ殺す配信しようぜあ俺こそ今度 YouTube にその動画あげようマンボウはどの程度のストレスに耐えられるかっつって 根性焼きぐらいだだったらしてもバレねえだろう、まんあのー、シーシェパードみたいなだんだんあるよ、マンボウに対する。頭に根性焼きしてみるでジュッつって。どの程度耐えられるか。飛んでくるかな、シーシェパード。マンシェパード飛んでくるかな。 水面に手を突っ込むだけでびっくりして死ぬ。じゃ、お前水族館で飼っちゃいけねえじゃん。だからマンボウって一人で住んでるんだ。なんかこいつらさ、まあ、水族館嫌いだっていう割には結構行くんだけど、マンボウって必ず一人で入ってんじゃん。すげえ、こいつだけセパレートしてるって俺ずっと人気者だからさ、特別なのかなと思ったけど、違うんだね。あいつら病弱だから一人で住んでるんだ。そう、マンボウの水槽って何もない。マンボウがいるだけ。ただ。 マンボウがいるだけ、そこにただいるだけマンボウが <laughs> マンボウの肝うまいらしいけど寄生虫がすごいんだよなへえんかでも焼いちまえばよくないマンボウは悪性腫瘍の塊 <laughs> いろいろな情報が <laughs> 流れすぎていて俺には何が本当なのか何が偽りなのかを今 判断しかねている、ね、ちょっとさ俺裸で今いるんだけどさ強烈にお腹下してあの下痢してきていいただのうんこじゃねえんだごめんなみんなに俺でもお前ら嘘つけねえでもさあのー、俺帰ってきた時の俺の声のテンションでほんとにみんなに測ってほしいんだけどさうんこが緩い時のさあの破裂あの爆発みたいなうんこすブブ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 ブ